ましたが、皆さん盛り上がってますか？ありがとうございます。ここで私たちから2つお知らせがあります。1つ目お願いします。はい、私たちここからエトワールは10月の中木曜日にユニドルフレスに出場させていただきます。ありがとうございます。ここエト初の、ユニドル出場なので、ぜひ見てくださると嬉しいです。お願いします。チケットもまだ販売中なので、ぜひ公式ツイッターに詳細書いてあるので、ぜひ見てください。お願いします。はい、そして今私たちが着用しているこのココエト T シャツなんですけれども、なんと一般販売が決定いたしまして、前面がここからエトワール、後ろ面がね、見てるかな、羽になっております。まあ、とっても可愛いデザインなので、ぜひ皆さんゲットしていただけたら嬉しいなって思います。メンバーのおサインもついておりますので、ぜひ公式ツイッターチェックお願いします。はい、それでは最後の曲いきましょう。 AKB48 で大声ダイヤモンド。リストになります。出演メンバーです。今回ココエトさんはフレッシュ大会に出演されます。ココエトさんのオリジナル T シャツになります。2021年9月25日土曜日、新宿グラムシュタインで開催されました Deem Future Advance DFA Vol.7 のタイムテーブルになります。ここから
エトワールココエトさんの出演時間は2番目、18時20分からになっていらっしゃいました。